まずは、折り紙を四角に半分に折ります。これを縦にして、さらに半分に折ります。開いて、右下の角を上に向けて折ります。 これを裏返して反対側も同じように折ります。これを上から開いて正方形に折り替えます。 この部分を縦の筋に合わせて折ります。反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折り目をつけます。これを開いて、 折り筋に合わせてひし形に折り替えていきます裏返して反対側も同じように折ります これで折りずれでおなじみのひし形ができましたこの部分とこの部分を折り下げます折り下げたら左右側のこの先端とこちら側の先端を上に引き出しますちょっと色味を調整 次にこの部分この部分を真横に折ります根元から真横にまっすぐ折ります反対側も同じように根元からまっすぐ真横になるように折りますこんな感じです次に真横に折った折り筋を起こしてこの部分をこのまま ここ開きながらまっすぐ潰しますこんな感じですまっすぐになるように反対側も同じように折ります指で開いてまっすぐになるように潰しますこんな感じです 裏返して次にこの部分です角から斜めに折ります反対側も同じように角から斜めに折りますこんな感じです次にこの部分の角っこをこの部分です少しだけ 折ります。反対側も少しだけ折ります。次に、この先っぽ1枚を上の先端に合わせます。もう1枚も上の先端に合わせて折ります。この状態でここをまとめて折ります。 三枚まとめて折って最後にこの部分ですここを中心に向かって斜めに折ります反対側も中心に向かって少し斜めにして折りますこれで折り紙の部分は完成です これに顔を描いていきます。コアラの特徴は大きな花。楕円形の大きな花を顔の中心に描きます。鼻の下から線を伸ばして小さめの口は三角形です。 ずっと眠っているコーラという設定なので、目は閉じたような目をしています。アルファベットの U の字のような目です。こんな感じかな。眉毛も眠っているような伏せた眉毛です。 耳の部分に、耳の内側が色が違うので、これも描きます。こんな感じです。あとは頬のところにも白い毛が入ります。雲のような黙く,もく とした白い毛ですこれぐらいの位置かなこんな感じですこれに色を塗っていきますにじむ前に口を描いてから輪郭を取ります 鼻の中も塗っておいて、耳の内側の色も塗ります。あとは白いペンで眉毛と頬の毛を描きます。これで根っこわらの完成です。